人、何様のつもりよあんた。いい？ここにいるプレイヤーはね、程度の差はあれみんな EA が好きなのよ。明日をまた頑張るための優しく楽しい清涼剤、それがゲームってものの意義でしょ。実生活を苛むような痛みなんて花から遊びには不必要なの。私は笑顔が好きだから、それを単なるおかしなバグが人傷つけて何でかいつらしてるわけ。バカなの？死ぬの？だったらいいわ、私がこの手でぶっ壊す。お呼びじゃないのよイレギュラー、覚悟しな、ここから叩き出してやる。同感だ、こんなもの我々には必要ない。秩序を乱す、安全から違反している。 GM として、いや個人としてもこのような使用外は看過できん。早急に削除して叱るべきだ。ビットの欠片も残ると思うな。消えてもらうぞ、是非もなく。管理側の落ち度でこのようなことを頼むのも気が引けるが、背に腹は変えられない。私だけではおそらく到底無理なんだ。だからこれ以上の被害を出さないため、どうか力を貸してほしい。責任は全て私が取る。考慮が済んだ、援軍が来るまでの間の時間稼ぎ、付き合ってはくれないか。水臭いこと言いっこなし。そうでしょ忍、マイフレンド。私はむしろ感謝してるわ。ええ、こんな当たりは久しぶり。鉄火は上等、破滅の炎が大きいほどギャンブルは面白いのよ。それに今はみんなもいるし、不利な状況、事態は水際、有り金全てでオールベット、そして周囲に素敵な仲間燃えるじゃない。それに当たるってことはぶっ壊せるっていうことだ。ま、HP 無限ってほどバグってたらともかくな、そうじゃねえなら勝てる確率は十分だ。なあそうだろ野郎ども。誰が野郎よ、誰が。あたしら乙女、野獣はあんた一人でしょ。あ、それなら華麗なるバルキリーってのはどうかしら。それならレイジもナイトになれるし。なんかどっちも柄じゃないわね。レオナさんは似合ってるんだけどさ、あたし子供の頃のあだ名レッドだったし。戦隊ヒーローの、あらやだ、サツキにぴったりじゃない。いや、あの二人とも悲観的でないのは嬉しいのだが、この場面でそういう漫談じみたやりとりは。いいんだよ、このバカどもはこういうノリで。あんたもうまくガス抜いとけ、本番はここからなんだからな。残機は一つ、リセットは不可能、バランス絶賛崩壊中。ん？それがどうした、つまんねえ。俺たちならイージーゲームだ。やろうか、バトルスタートだ。レイジ君、あなたはなんて魅力的。だから
もっともっと見せてちょうだい。私たちの求めるすべてを、私たちの知らないすべてを、あなたの手で残らずすべて暴いて、壊して、解き明かして、ね。明らかにバグってやがるな、クソが。これはどういうことなの。ひるむスタンもした。だから耐久値は減らせている。なのに部位破壊は起きていない。そうなると考えられるのは2パターンね。底なしに HP がバカ高いか、 HP そのものがぶっ壊れてるか。どう考えても後者だろう。 GM 権限すらラツには効いていない。やばいね、これ。ガソリンどれだけ続くかな。避けろ、あれが来るぞ。私が撤退の時間を。バカ言わないで。そんなこと何の解決にもならないでしょうが。だが、少なくともなんか突破口ぐらいは見つけておかないと。カッコつかねえよな、まったく。理解しろ。ルールから外れようと、それが分かれば
それだけ分かれば。だから。俺の残機はここにある！私がそこをついただけとでも、あるいは桐原、君という人間が。悪いが後回しにしてくれ。
いつをぶっ壊してからするとしようや。お前ら、俺に合わせろ。言いたいこともあるだろうが、この場で撃つのはそれしかねえよ。無理無茶無謀？当然だろうが、そう簡単には覆らねえ。とうの昔に限界なんだろう？なら潔く短期決戦で行くとしようぜ。ここはまだ俺らにとってアンファングだ。終わってなんざやれるかよ。そういうわけで奮起しようぜ、クランメンバー。女だって信じさせてみろよ。ほんとリーチのくせに超生意気。ああもう、はいはい乗ってあげる。普段からそういう顔しなさいってのバカバカバーカ。あら、だからレイジはそそるんじゃない。こういうギャンブル私最高に好みだし、おかげですごくテンション高いわ。ダメね、興奮しちゃうわ、止められない。歯がガチガチ鳴ってるもの。私は武者部分だが、そうだな、男にここまで託されて答えぬようでは女が廃る。ああ確かに、全てはこれを処理してからか。君の熱に私も乗ろう。決めるぞ、てめえら！
シルミネイフルインパクト。ゼロイリスト。楽しい死闘もこれにてフィナーレ。言ったでしょ、ここから叩き出してやるって。消えろイレギュラー、最後は潔く散るがね。たまんねえな。なんつうこった。最高に活かしてるぜお前ら。ハウリングゼロ。ゲームクリア。